高校卒業後、人気アイドルグオウインクとして、和代を風靡した相田翔子さん。子供の頃は前に出るタイプではなかったと言います。デビュー後は、緊張続きの日々と過密スケジュールで生放送直前に逃亡を図るという出来事も、当時を振り返っていただきました。画像これで50代とは、透き通るような白い肌が印象的な相田さんから、中学生になる娘さんとの貴重な家族ショットまで、全22枚、四角子供の頃は裏方志向、小説家になる夢も、相田さんといえば女子プロレスラーの試験を受けたエピソードが有名ですが、とても活発な子だったんです。で、相田さん、小さい時はやんちゃで、近所の男の子と夕方まで泥んこになって遊んでいました。いつも傷だらけで、その反面小説家志望だったと聞いたことがあります。相田さん、そうなんです。小学生の頃から本が大好きでした。父がすごく厳しくて、お人形さんやおもちゃは誕生日など、お祝いの時以外は買ってくれなかったんですね。でも本ならいくらでもいいと、好きなだけ買ってくれました。そのおかげで読書家になって、夕食も忘れてずっと部屋にこもって本を読んでいました。同時に物を書くのもすごく好きになって、4年生の時かな、短編小説のような物語を書いて、学校で発表したりもしました。自分から進んでですか？相田さん、担任の先生に、こういう小説を書いたんです。って話したら、どんどん発表しなさい。給食の時間にみんなに読んであげてと言ってくれたんです。みんなが食べている間黒板の前に立って、2作品発表しました。今も覚えていますが、涙の川と秘密のビー玉というタイトルです。6年生の頃には、脚本も書きました。クリスマス会かお楽しみ会の時に、キャストを募って自分も出演して劇をやったんです。引っ込み思案な割にそういうことが好きでした。もともと自分で何かを作り上げることが好きなタイプなんです。ね、相田さん、そうですね。歌も小さい頃から好きでしたし、高校生になると言葉を書いたり曲を作るようになりました。でも、自分が表に出て表現する仕事をしたいとは全く考えたことがなくて、それより、裏方で音楽に関わる仕事ができたらいいなと思っていました。そんな裏方志向だった相田さんが高校卒業後ウィンクでデビューして大ブレイクします。当時のことを今、どんな風に思い出しますか？相田さん、とにかく、いつも緊張していましたね。人前が苦手なのに大勢の前で歌わなきゃいけない緊張とプレッシャーが常にありました。当時は生放送も多かったですし、緊張しないように人一倍練習して本番に挑んでも練習の半分も発揮できないこともあって、そんな自分が歯が行くて楽屋で泣くこともありました。過密スケジュールも大変ではなかったですか？相田さん、常にあちこち動き回って、楽屋に入って衣装を着て歌っての繰り返しで、今自分はどこにいるんだろう？という状態でした。レコード店へのキャンペーンもつつうらうら回りました。移動中にちょっと仮眠を取るんですが、新幹線の座席がないこともあって、幸子と連結部分にしゃがんでこっくりこっくりしたり、当時はマネージャーさんに当たってしまうこともありました。女の子が二人いると結構強くなっちゃって、でも、二人でうーっと当たっても、いつもニコニコしていました。申し訳なかったなと反省しています。行った先のレコード店の方たちもいい人ばかりでした。皆さん、応援してるよと言ってくれて、すごく励まされました。その時の笑顔は今も忘れられません。四角伝説の伊香保温泉逃亡、今だから語れる当時の極限状態、そういうタイトなスケジュールの中疲れてしまえ、で鈴木さんと生放送直前のテレビ局から伊香保温泉へ逃亡するという出来事がありました。相田さん、あれはもう大事件でしたよね。二人の中で我慢して我慢して張り詰めていた糸が、プツンと切れちゃったんでしょうね。行っちゃう。行っちゃおうか。で二人の気持ちが一つになって気づいたらタクシーに乗っていました。
帰ってきてから猛反省しましたが、あれがきっかけでスケジュールを考慮してもらえたり、自分たちの意思を社長やスタッフの方たちに伝えることができるようになりました。ご迷惑をおかけした番組の方たちには本当に申し訳ないことをしてしまいましたが、あのまま続けていたら身体を壊したり、もっと良くないことになってしまったかもしれない。実際、あの出来事の後から吹っ切れて、新鮮な気持ちで頑張れるようになりました。本当にテレビで見ない日はない。くらい爆発的な人気でした。相田さん、ウィンクの一番忙しい時期、ドラマの撮影中に胃が痛くなって立っていられず、救急病院に行ったのですが、そこでもサインを求められて、今思うとありがたい話ですけど、お休みの日にゆっくりしようと思って実家に帰っても、食卓の上に山積みの色紙が置いてあるです。それを見て、家に帰っても仕事を忘れられないんだなと泣けてきちゃって、でも両親にとって自慢の娘で、近所の人に頼まれたなら、という思いがあったんだなということが今はわかります。でもどこにいても気を抜くことができないですよ。ね、相田さん、ほっとできるのは寝ている時間くらいでした。だけど、いつも幸子が隣にいて、頑張ろう、って肩を叩き合ったり、辛いね、で痛みを分かち合うことができたから、そういう時期も乗り越えられたんだと思います。無二の親友、幸子はよく戦友と言うんですが本当にそうだなって。プロファイル相田翔子さん、1970年生まれ、東京都出身、1988年、ウィンクとしてデビュー、翌年には日本レコード大賞を受賞。1996年の活動停止後、ソロ活動を開始。歌手として自作曲を発表するほか、ドラマ、映画、舞台などで女優としても活躍。バラエティ番組でのユニークなトークが人気を集め、老若男女を問わず支持されている。